これですか ?OK を押せばいいですね。そうすると今からレコーディング開始になるので、あはい、ちょっと待ってください。うん、OK、じゃあ承認をお願いして、こちら YouTube に残る形になります。はい。じゃ承認 OK を押しました。<あ>私は、はい、大丈夫。もう始めますか、はい。あと1分ぐらいで始めます。うん、はい。 お願いします。お願いします。じゃ準備オッケーだったら始めましょうか。あの新理さんのタイミングで大丈夫です。あはい、私大丈夫です。はい、はい、じゃ行きますね。はいどうぞ。え皆さんこんにちは。9月5日木曜日新理のハッピートーク。時刻は2時を参りました。台風10号 皆様の地域ではどうだったでしょうか沖縄は台風銀座と言われて久しいんですが最近は環境のせいでしょうか進路が変わってきているように感じます心よ,心より台風お見舞い申し上げます短い時間ではございますが週末に向かう木曜日の午後のひとときをご一緒にお楽しみください真理のハッピートークこの番組はキノ野湾ヒルズ通り FM 紀野湾 海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。4月から始まりました森林のハッピートーク。ご視聴の皆さん、いつも本当にありがとうございます。この番組ではゲストをお迎えしてインタビュー形式でお話を伺ってまいりますす、えー、今日のゲスト福本平さんですよろししくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。あ、ありがとうございます。福本さんは今日どちらにいらっしゃいますか?。はい、えっと、私は今日は沖縄県の那覇市の方から、はい、参加させていただいております。お同じ沖縄県なんですね。沖縄県。そうですね。<laughs> ありがとうございますえ。福本さんは、あの、防災のお仕事をされているということで。え、今回は私の方から、お声をかけさせていただいて、はい、ご出演いただいております。本当にありがとうございます。あ、こちらこそ、ありがとうございます。 はいでは福本さん、自己紹介、そして会社立ち上げの経緯や事業内容など、これまでの活動のお話をお聞かせいただけますか。は<あ>、えー、はいいいありがとうございます、はい、沖縄にはいつ頃から移住されたんでしょうか、そのあたりからお伺いましょうか、お願いいたします。 あ,はい、ありがとうございます。私はもともと地元というかあの育ちは福島県ですね、東北の方の、はい、育ちなんですけれども、沖縄県はもう約10年になりますね、移住して。どうでしょう、<laughs> あのまあ、暑い暑い夏とあの季節が2つぐらいしかないっていう感じでね。<laughs> でも、住みやすいと思いますね。<laughs> はい、そうですか,なんかあの最初は 防災ではなくて、えー、何か違うお仕事からスタートだったというふうに聞いております,、はいそうですね、飲食店の方を、はい、えとハッシュの方で7年間ですかね、はい、<ー>あの経営を、はい、していたんですけれども。どうですか、はいあの、それを聞いて、えー、ああって思われる皆様いいいらっしゃるかもしれないんですけれども <laughs> <laughs>、えー、飲食からまた防災ということで、何かきっかけがあったんだろうと思うんですけれども、はい、何かございました、はい そうですね、まあ、やっぱりまあ飲食店の方はまは正直あの皆さんご存知かと思うんですけどコロナウイルスがですね,ですね、はい、やっぱりまあ影響としてはかなり大きかったっていうところが、はい、ありまして、まあ、ちょっと沖縄の方、はい、まあ地元の方向けの飲食店だったということもあってですね、はい、まあ沖縄県がね結構全国的に見てもあの特にオミクロンの時期ですけども感染がだいぶ広がっていたっていうこともあってちょっと経営的になかなかやっぱ難しい状況が。 ずっと続いていたっていうところで、まあ、もちろん従業員もいたので、彼らを、ね、あの困らせるわけにはいかないっていうところで、まあ、決断して、お店は閉じたというところですね。こから、はい あそうですはいあのいろいろまあご縁もいただきまして、うん、あの、まあ、ちょうどこのいただいたご縁の中に防災のお話があったんですけれども、まあ、先ほどちょっとあの触れさせていただいた通り私が福島県の人間ということもありまして、はい、まあいわゆる3.11の,の東日本大震災ですね、うん、まあ,あれをやっぱり経験してるっていうところとあとはやっぱそういったことも踏まえて、まあ、伝える側にやっぱなりたいなっていうところは 心のまあどっかしらにあったっていうのもあったので、まあこれはやる意義もあるなというところで、うん、<laughs> はい、事業転換して、はい、今に至ります。うん、あそうですか。えー、そうすると初めてええ二三年というところな。2> 2年ぐらいですね。はい、あすごいですね。どうでしょう。まあ沖縄のみならずまああの全国でいろんな活動されてるかと思うんですが、はい。どんなふうに動かれているんですいらっしゃいますか。 そうですねあのもう防災、まあ、セミナーと言われているものであったりだとか、あとはやっぱその防災用品ですね、はい、まあ防災用品といっても結構いろんなものがあるので、うん、まあその中でも私自身が必要だなと思うものを集中的に扱わせていただいたりだとか、はいはい、あとはまあそういう自治体様だったりのイベントに出展したりとか、はい、まあそういった形で、はい、活動はさせていただいております。 そうですねあの9月1日、まあ、防災の日ということで、はい、あのいろんなイベントもあったかと思うんですが沖縄ではど,んなようなどのようなイベントなんかあったんでしょうか沖縄ではですね、すえっと昨日のその後は、まあえっと、9月1日の,その防災の日は、はいえー、特に私としてはまだ参加したものはなかったんですけども、はい、やっぱりまあ防災月間ということで今月は、うん。 その15日とか22日とかに沖縄でもイベントが、はい、あるので、まあ、そこに出展をさせていただこうかなとううそうですか先ほどあの防災の、えー、備品っていうんですかね防災の時に、はい、あのいろんなものが必要と思われるものをこう、えー、リースとか売却とかされてるかと思うんですがあの会社でネットなどでもあの。 購入でできるよううななものなんでしょうかえとそうです、ね、一部あの、いわゆる消耗品と言われているものに関しては、通販というか、まあ、e c サイトの方でも、はいはい、販売をさせていただいているものもありますそうですかあのこのあと、えー、この番組は YouTube でも配信されていくんですが、ぜひ福本さんの会社ですね、あのホームページ、はい、またはあのネットで購入できるものなどをあのご紹介していただければ、はい、YouTube の下の方に貼らせていただきたいと思います。 わああかりりまました、はいはい、ありがとうございますあどんなものを扱ってらっしゃるんでしょうかね、まあ、主だったものと。えっとそうですね、まあ、いわゆる備蓄食だったり、簡易トイレなんかも<ー>、はい、扱いはあるんですけれども、<ー>皆さんもしかしたらちょっと聞きなじみないものですと、えー、蓄電池と言われているものですね、まあはい、大きいバッテリーのような、最近だいぶあの通販番組とかでも、ね、あの取り上げられるようにはなってきたんですが、停電時の予備電源として使っていただけるような。 大きいバッテリーであったりだとか、えー、あとは衛生用品ですよ、ねまあ、除菌消臭器になるんですけども、そういったものとかを扱わせていただいております。ですか、あの今、えーまあ、得意先って言えばいいんですかねあの、どのような、まあ、公的機関ももちろんだとは思うんですが、どういった皆様が蓄電器とかを多く購入されるんでしょうか、はいはい、そうですねやっぱりあの 社会福祉法人さんも介護関係もそうですし、医療関係だったりとか、いわゆる災害弱者と呼われている方々がいらっしゃるような場所っていうところが、うん、まあ我々健常者とよりこのリスクが、はい、あの災害で何かしらのリスクが発生する可能性が高いっていうところが、やっぱりお客様としては多いんですね。蓄電機のお話なんですが、それは個人でも購入できるんでしょうか。まあ法人が まあ必要で購入されるパターンが多いかとは思うんですけどあはい全然、もちろん個人の方でも、最近ですと、はい、小さいものであれば家電量販店さんとか、ホームセンターさんとかでもあの販売されてきているので、えーはい、割とアウトドアやられる方とか、もしかしたらもう持ってるよっていう方も、はいらっしゃるかもしれないんですけども。<ー>はい、なるほどあの、キャンプとかね、アウトドアでそうですを持っていって。 便利に使っていらっしゃるということですね。お値段聞いてもいいですか、まあ、いろいろあるとは思うんですが、どのくらいは。個人で使うものでも、やっぱりそれでも数十万円はやっぱりするっていうのが。<あ>はい、そうですか。えー、じゃあ、個人で,で、ねうん。大きさは。小さいものであれば、本当数万円からでも売ってはいるんですけども、うん、私が扱っているものでも。そうです。どのくらい、その、えー、数万円 小さいものだとどのくらい、はい、まあ日常の生活だとどのくらい持つんでしょうかえっとそうです小さいものですともう日常生活で言うとそんなにやっぱ正直持たないかもしれないスマートフォンの充電とかその程度であれば全然可能だと思うんですけどもあの家庭の例えば冷蔵庫を動かしたりとかってなった場合はやっぱもう数時間で空になってしまうぐらいの容量だったりしますね。どうしててももこのの大きさによって動かせるもの、うん とか、時間っていうのは、どうしてもやっぱ変わってくるっていうところが。うん、はい。ありますね。なるほどね沖縄は、め、た、えー、最初にも、申し上げたんですが。台風銀座って言われるくらい、毎年、大きな台風、私たちは。あの、なんていうんですか、戦ってきたという。そうですね。はい。これがだんだん、こう、環境のせいでしょうかね、その。沖縄ではなくて、今回みたいに、こう、上に。 そね、今年はちょっと特におかしいなって感じはやっぱ私自身もしてますね。あそうですか。はいまあ、大きなね、まあにえー、2011年ですか、まあ、経験されて、はい、まあ今なので、いろんなこうノウハウというかねあの、感じてらっしゃることがいっぱいあると思うんですが、何かその福島での感じたことはまたそれから10年ちょっと経ちましたけれども、 どんなふうに、まあ、毎年の台風であったりとか、環境を感じていらっしゃいますかそうですね、やっぱり、まあ、福島の震災を経てっていうところでは、うん、やっぱり、まあ、その備えっていうところは、まあ、それぞれ皆さん、あの意識されてきているかなとは思うんですけれども。はい やっぱりどうでしょうか、その個人的な意見としては、まだまだ足りないかなっていうところは、<ー>はい、すごいやっぱ感じているっていうところで、あ<ー>、まあ、今年の,あの4月に台湾沖で地震が発生して、沖縄県も、ね、あの津波の警報が一時出ましたけども、結構一時メディアでも取り上げられてたんですけど、台湾の,、ね、あの民官民連携して、 はい、あのす凄まじいスピードで避難所開設から <laughs>、はい、その避難所の機能ですね、えー、そういったところもやっぱり準備されたっていうところが、うん、やっぱあそこが理想ではあるとは、うん、個人的にはい 思ってはいるんですけど、やっぱりなかなかまだ日本では難しいっていうところもあるのが、まあ、そこはちょっとやっぱ歯がゆい,い部分は、うんはい、正直ありますね,そうですね気持ちいいですかね、普段からそういう,こう、ま、学校ではやっていらっしゃるかもしれないし、大きな企業では毎年こう訓練をされていると思うんですが、まあ普段の私たちの生活にはまだちょっと、あのー、近くないというか。 一言みたいなところあるそうですね、はい、やっぱりもちろんあの意識高くその備えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけども、うんはい、やっぱ、まあ、あ数でいうとまだまだ少ないのかなと個人的には肌感としては、はい、感じてるところではありますね。どうですか、まあ、ちょうど、えー、後半にお聞きしようかなと思ったんですが、まあ、流れとしてどんなところ普段からぜひここは気をつけてくださいっていうのがあればぜひあ,ありますか こういううういいものは揃えておきまましょうとありがござすそうですね、あ,はいあ,ますすねまあ普段私もセミナーの方でお伝えさせていただいているのはもうトイレですね、まあ、衛生用品ですね。ああ、そうですか、やっぱりそうですね、あの女性の方なんか、本当にあのなかなか厳しい部分ですもんね。そうですね、まあ、それもやっぱりありますし、あのうん、大体の方にお話を伺うと、 まあなんとなく備蓄というふうなもので、なんか揃えなきゃって思ったときに、大体の方はまあ食事、備蓄食と飲料水、あとはあの照明ですね、そこら辺はもう多分9割以上の方が備えてらっしゃるかなと思っているんですけども、実はトイレってすごい大事だよっていうところは,は、い普段もお伝えさせていただいているっていうところがありますすねね、はい、そうでで、ね、やっぱりトイレですね。<laughs> そうですね最近あのマンションにお住まいの方も多いので、マンション、まあ、ちょっと一昔前のマンションだと、貯水タンクとかの上にあるタイプであれば、はい、直ちに断水ってことはないんですけども、うん、最近の少しまあ数年前とか、まあ、10年前ぐらいまでですかね、建てられたマンションは、もう全部基本ポンプ式なので、うん、停電イコール断水っていうことを、あ,あまりそうですね、ご存じない方もいらっしゃったりするので。 電気で組み上げるので、まあ停電になっちゃうとそれがなできなくなる、ね、ということですね。はい。やっぱりそういったところでも衛生用品もすごい大事になってくるなっていうのはありますね。ええー、本当ですね。ありがとうございました。えー、<あ>ではあのこここでリクエスト曲おかけおあの、えー、おかけしたいと思うんですが、えー、福本さんからのリクエスト曲、えー、夜遊びで舞台に立ってです。どうぞ。はい。では今曲 に流す絵なので、うん、少しお話しますそれともすぐ後半始めますか始めましょうか大丈夫ですかどちらでもはい大丈夫ですはいじゃあ始めてまいりますはいそれではどうぞシンディのハッピートーク今日のゲストは福本光平さんです引き続きお話を伺ってまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい後半は あの防災のお話を詳しく伺ってまいりたいと思うんですがこの台風10号、はい、大きな爪痕を残しもうどこから手をつけていいのかわからない地域が多いかなというふうに思いますニュースなど聞いていてもですね防災についてまあ、先ほども少しお伺いしたんですがポイントというところでまあ、いろんなあのー、消耗品であったりとかおトイレのグッズがなかなかこう足りないんじゃないかっていうのがあったんですけれどもその どうでしょうかね。公的機関からまた情報がね、いただければいいかなと思うんですが、うん、防災の時の沖縄県のなんか事情というのは、まあ、ご存知の範囲でぜひご紹介していただけないでしょうか。あ、ありがとうございます。沖縄県の事情はですね、はい、まあやっぱりまあ沖縄県は台風がすごいね、あの、まあ、まあ先ほどあの真理さんからもありましたけども、うん、毎年のように大と、はいはい、いうところがあるので、あのやっぱりまあ停電が何よりも、うん 大きいのかなと、はいはい、特にこの夏場ですよね。どうしてもあの、えー、熱中症とかっていうリスクもありますし、うん、やっぱそういったところからもあそこのまあ、対策っていうところが沖縄県の場合はすごい大事になってくるのかなとは、はい、思います。そうですね。またあの <laughs> 島が多いんですよね。沖縄本島中心まあの石垣島宮古島その周辺にも本当にあの島がいくつかあるというところで。 いろんなあの、まあ、いいところもあり、まあ、なかなかあのつながらない、えあれって思うところもあるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。<laughs> えー、あの今後の福本さんの活動、まあ、取り組みなどございましたらごひょ、ぜひご紹介ください。あはい、いありがとうございます。はい <laughs> そうですねあの私自身はやっぱりこの啓蒙普及していくっていうところをすごい大事だなと思っている、うん、まあもちろん経験者としてもそうですし、はい、防災士としてもそういう伝えていくことが大事だなと思っているのでやはりまあイベントだったりとかセミナーだったりのそういうものを通してお伝えをしていきたいなっていうふうにまあ思っているっていうところがまず一番強いですね。はいまあ、特にに子供たちに、はい そのやっぱその防災っていうとちょっとどうしても硬いイメージがあるので、うん、あので、ね、まあ備えるというよりはまあ大切なものを守るっていう観点ではい、はい、まあ子どもたちにあの伝えていけたらなというふうに私自身は思っていますね、うん、ああいいですねとてもいいあの取り組みだなというふうに思っています <laughs> <は> <laughs> ありがとうございますぜひあの続けていっていただきたいと思いますまたあのその取り組みから将来の目標だったりまあこういうふうにしていきたい。 防災について夢などございましたらご紹介ください。はい、ありがとうございます。はい、まあ、取り組みとしてはそうですね。あのー、やっぱりあのー、一家に一人防災師じゃないんですけども、<laughs> はい。ね、まあそのぐらいのはい意気込みで、うん、やっぱりあのー、まあまいみ皆さんまあ、各家庭に一人はそういう方あのー、防災に詳しい方とかを、うん、えー、作っていけたらなというふうにまあ思っているっていうのがはい一つですね。 はい、であとはゆくゆくはあの、まあ、社会福祉法人というかあの障害者施設なんかも私個人としてはそうやりたいなっていうところがあるのでああすごい,い,いですねそういった施設とやっぱ防災って <laughs>、うん、結構切っても切れないところがあるので、うんまあ、なんかそういうところで前例とかも作っていけたらなっていうふうには はい、思っているというところあ<ー>、まあ、まだ全然これからの本当夢みたいな話ではあるんですけども。でももうここでね、はい、あのお話しくださったので多分たくさんの協力者が手 <laughs> <の> <laughs> を挙げてくると思いますよ。はい、皆さんあのリスナーの皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい,い,いあとあの嬉しいお知らせがね 今日はあるとということで私もとても嬉しいんですけれども、もちろんあの、先ほどからお話ししていましたあの、オンラインでの防災講座がもうスタートされているということで。そうですね、はい、あのえー、ストア化という、一般の方でもというか、その講師として、えーはい、セミナーとかを開催できる、うん、あのサイトですかね、まあ、あるんですけど、はい、そちらの方で、まあ、ゼロから学ぶっていうところで、防災講座の方。 はいちょうど先週からですかね、はい、ああ<ー>、ほやほやです、ね、まだまだほやほやで、はい、なんですけども、<laughs> やらせていただくことになりました。あよかったですね、本当にあの身近に、<laughs> 何回聞いてもいいんじゃないかと思うんですが、身近に防災です、防災をこう知識が深い方がいらっしゃるというのは、心強いですよね。その防災士っていうのは、どういうふうにしたら、まあ、勉強するというか、取れるものなんでしょうか。 えっと、そうですね。あのー、防災士の研修センターっていうところがありまして、まあ、そちらの方でえ<っ>、えー、受講してテストを受けて、あとあの999名の、救急救命の講座というか、はい、実技とかもあったりするんですけども、それを、えー、あのパスすると、一応防災士としての、はいはい、資格取得に至る感じですね。あこれはあの、成人であればどなたでもということですかあいえいえ、もう年齢は関係ないです。<お>あの、一番、 ちょっと前にニュースにもありましたけど、小学校6年生だったかな、沖縄県で最年少の防災士が、うん、数年前に感じをしたりとするぐらい、えーうん、年齢は特に<ー>、はい、関係ないので、そうですか、じゃあ子どもたちの防災士になろうっていうね、講座もあっていくなって今、なんか即興ですけど、あの感じましたけど、ねうんうん、小学校でも中学校でも高校でも本当にあの10代から取れるということで、 やっぱりいいですね、うん、まあそのぐらいこう知識がまあ広くあの内容に詰まっているっていうことなんでしょうね、きっと。そうですね、それもありますし、やっぱりこの、うん、まあ気象となので、あのーまあ、天才に近いものということもあって、はい、やっぱり対策とか対応って、どん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 変わっていく、はい、まあ最近ですと、本当、いわゆるゲリラ豪雨といいますか。うん 線状、ね、降水帯なんていう言葉は昔はなかったと思うんですけど、はい、やっぱ水害がすごい多いっていうところで、そこの対策がすごいあの強化されたりとか、あとは熱中症ですね、うん、これも多分間まもなく気象災害に認定される予定なんですけども、そうなんですか、はい、これもやっぱり一昔前、我々が子どもの頃ってね、うんあの、こんな気象状況じゃなかったので、そう。ですよね なんでやっぱそういった意味では、まあ、今後も多分どん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 アップデートされていく、うん、まあ資格でもあるし学問なのかなというふうには、はいはい、思っておりますそうですねあのあいろんな思いが詰まっていてこれからどん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 ご活躍かと思いますそしてもう一つあのこの FM 技能案で10月から防災ラジオがスタートしてそのパーソナリティ福本さんが務めるということをお聞きしました。おめでととううごござざいいまますす、はい、ありが 同じ曲で、はい、した。よろしくお願いいたします。もう、はい、お日にしとか時間決まってらっしゃると思うんですが、はい、ぜひご紹介くださいあ。ありがとうございます、はいえっと。そうですね、10月10日が一番最初の,、はい、あの番組になると思うんですけども、うんえー、毎月第2、第4木曜日の19時から20時の1時間ですね。防災士のラジオって形で。<あ> <laughs> はい いいですね本当に必要なあの番組じゃないかなと思ってね本当にあの社長山口社長も喜んでいらっしゃるんじゃないかと思いますよかったですね、はい、ぜひご一緒にあの同僚でよろ,、まあはい、よろしくお願いいたします。<laughs> はいまあ楽しいあの嬉しいお知らせをさせていただきましたえこの後あの番組は youtube でも配信がございますえー。 どんな方かなーっていうことで、ぜひあのこの後の YouTube 配信も皆様ご覧ください。<laughs> そしてあのお顔とお名前を、ね、覚えていただいて、第2、第4木曜日の、えー、夕方19時からですね。はい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。とてもいい感じで、あの前からねちょっとあの福本さんとはお知り合いだったんですが、とてもいいあの、えー、パーソナリティだと思っております。どうぞあの <laughs> パン どうぞ皆さんファンになってください。よろしくお願いいたしました。<laughs> さて、えー、楽しくお話を伺ってまいりましたが、早いものでお時間となってまいりました。今日もあっという間の30分でしたね。今日は福本康平さんに防災のお話を伺ってまいりました。そして10月からは福本さんがパーソナリティを務める防災ラジオが始まります。第2、第4木曜日19時からです。どうぞ皆様あの 各週ですのでね、ちょうどあのお夕飯時間でもありますので、まあ、家族でだんだんで防災のお話聞いていただければ、私も本当に嬉しいです。今日は本当に福本さんありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。はい。えー 今日はあの福本浩平さんをお迎えしてお話をたっぷり伺ってまいりました。えー、ありがとうございます、えー。番組に参加してくれた皆さん、ありがとうございました。お相手は真理でした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。福本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。はい、お疲れ様ですあ。よかったです。